エフトラーティ、フィリッポトゥラーティは、イタリアの社会主義者である。文学者、弁護士から、社会運動へ入り、1885年に、アンドレア・コスタと別居中であった、ロシア人、アンナ・クリショフと出会い、生涯の同志、伴侶となる。ナロードに記であった、アンナの影響によって、マルクス主義やドイツ社会民主党に注目し、イタリアに労働者政党の設立を志す。 1891年、クリティカソチアーレ氏を発刊し、マルクス主義の普及に努めた。1892年、イタリア社会党を創立。その際、名優、アントニオ・ラブリオーラの意向を受けて、アナキストを党のメンバーから排除した。彼の立場は、与党主義と最小限考領を掲げる党内右派であり、後の1904年から1908年の間に、 トラウティから初期長の役職を奪うアルテューロ・ラブリオーラ、ラ革命的サンディカリストの革命派やエンリコ・フェディラ・ヒダ教派の党員と対立しており、1912年にベニート・ムッソリーニラ革命派の主導でビッソ・ラティラの改良主義派が除名されてからは、左右派となる。第一次世界大戦に反対し、戦後はコミンテルンと協力するが、1920年の コミンテルン第2回大会では、どんな場合でも、コミンテルンへの加入を認められないナウテの日和り主義者、として列記された。1921年、リボルノでの党大会で、ロシア人は、ソビエトと共産主義インターナショナルを、彼ら自身の利益のために、彼ら自身の国家利益のために発明したのだと、発言し、コミンテルンでも特にトロツキーから適厳しく批判を受ける。 1926年に、殺しカを経て、パリに亡命し、反ファシスト連合を主催した。ロシアの社会主義者でも、アンジェリカ・バラバーノフには、その指針のなさ、大義への献身という点で、レーニンと比べられている。ボルシェビキの政策が、世界革命から一国社会主義へと傾くにつれ、ヨーロッパの社会主義政党が、ロシアのために犠牲になるのではないかという懸念を口に、した。 最初の一人と言える。1932年にパリで死去。第二次世界大戦後、遺体はミラノへ送られ、クリショフの隣に埋葬された。ありがとうございます。